やっぱりさ、YouTube 伸ばしたいから、スライスの動画撮ろう。おっと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 、なんか耳を疑う発言ですけど。でも、スライス撮るのは乗ります。乗る？乗ります。やっぱりなんだかんだ、スライス多い。多いでしょ？多い。で、スライスに悩んでる人も多いから。だから伸びる。そうね。そうね。そう。ただ、その、そう、確かに伸びるんだけど、それだけ、悩んでる人がいるってことだよね。そうそうそう、そういうこと。じゃあ、やる。伸ばそう。伸ばそう。珍しいよね。なくそう。なくそう。なくそうだ。そう。平井博明の、ワンナップゴルフ。今回はですね、スライスを撲滅運動ということで、やらさせていただきます。で、まず、そもそもなんでスライスが、起こるのか。いろいろ、ワンナップゴルフでは振り遅れですよとか、フェースが開いてます、クラブが寝ますって言ってるんですけど、それに並び多いネタ、そもそも右向いてることが多い。ああ。うん。で、前も動画で言った、関連動画で言ったんだけど、まず、マット通りに対して、もちろんまっすぐ立つのがまっすぐとします。そこから、知らず知らずに右を向きます。こういう状態ですよね。でも打ちたい方向はこっちですよ、でも間違えて向いちゃった方向がこっちです、したらもちろんこっちに打ちたいよね、こっちの方向に、したらこのまま打ったらもちろん右行くので、ここで何が起こるか、あのね、インパクトが詰まる、結局この線とこの線って交わるじゃない、そうするとこの辺で詰まっちゃう、この辺で交わらなくても、結局、動きが、体の動きとクラブの動きだから、絶対にインパクトにこうやって詰まってきちゃう。ああ、そうだね。そう。こうやって引いちゃう。で、詰まって右行きます。右行くのもちろん嫌だから。今度、あれを捕まえたくなる。はい。そうすると、この向きのまま、捕まえようとすると、こうやって急ぐ。どこ行ったの？見えなかった。左ちょろね。もう一回行こうか。こうやって急ぐ。ボロ打ってんの？そう。ああ、なっちゃう。要は引くからね。へえ。そうすると、結局、クラブが、こう使えない。このまま使う。あ、だから浮かないんだ。そう。こうやって使うから浮かないでしょ。フェースがこうなってないから。急いで引くと、こう使っちゃう。マイナスロフトになるじゃん。手が出て。だから、球が浮かない、チョロになる。今のでも芯食ってんだよ、二つ。あ、そうなの？芯食ってこうだから、ゴングルゴングルゴンつって。じゃあ、野球だったらめっちゃ綺麗なセンターマイトみたいな。そうよ。ね。そう。股抜き系のボール。そうだよね。めっちゃいい。ね。そう。ああいうのが出ちゃう。そうなんだ。でもそれ、ヘッドがなんかマットってかっこいいね。あ、これはマーク2です。マットなのかっこいいね、やっぱね。マットかっこいい。この前、撮ってんだけどさ、かっこいいわ、やっぱり。ね。かっこいい。いいね、かっこいい。そう。で、まあ、1個目に詰まる。で、詰まって、右行くから、それを急いで捕まえようとする。で、そういう動きになる。はい。これが、結局、スライスがもうずっと治らない。で、やっぱり急いで捕まえたとしても、球が上がらないじゃん。球上げたいじゃん。そうするとまた右に戻って詰まるのね。それをずっと繰り返してる。で、結局スライス系の。でも全部そうなわけじゃないでしょ？たまに当たる時もあると思うんだよね。ストレートボールは、手品しか出ない。あ、そう。あ、結局、まっすぐなラインがないじゃん。ああ、そっか。こういうことができれば、まっすぐ行く可能性がある。まっすぐにできてれば。でもさ、まっすぐ向いてるんだから、本人は。そうだね。それで右向いてるんだから、多分その動きってね、ほぼほぼやらない。やらないね。そう。これで、じゃあ、まっすぐ方向に行かすっつったら、あれでも戻りきんないもんね。そうだね。あ、そうか。タカさんのスイングだったら行くと思う。タカさんスイング。誰タカさんって。石橋貴明さん。そういう打ち方するの？そう、タカさんこうやってやるから。あ、そうなんだ。うん、でも、あれでもやっぱ厳しいよね。コントローラーできない。疲れちゃう。
だからそのとにかくスタンスを右向く、あのね、俺とトール君の中でハテナが、うんうん、1秒止まれない、うん、あと横回転、横回転、うん、あのこれグーが当たんないやつ、そう、うん、これに並ぶこと、何、この線にまっすぐ取ってって言って、うん、こうなる、ほう、平行に立てない、へえ、うん、これ置いてもだ、いやいや置いたら立てる、俺置かなかったら俺立てないと思うけど、置いたら立てる、置いたら立てる、置いたら立てる、置いたら立てない人もいるの違う、置かなかったら、まあ、確かに どっちかなってなるけど、芝生の上だったら分かんないから、ね、分かんない、うん、だから置いたら分かる、置いても立てない、だってさ、もうさ打席ってこうやってさ、スクエアができてるじゃない。もう線あんだね。線あるでしょ。ある。線あるのに立てないんだよ。意識してないか、雑か、うんうん、そうだね、そもそも立てないかのどれかでしょ。練習場のマットにまっすぐ立ってくださいが立てないんだから。あ、俺はね、意識してないだけだと思う。そうだね。やればできる子だと思う。さすがにそれはそうだね。そうでしょ。うん、そこまで気が回ってない。うん、ちゃんとやりましょうっていうこと で、 そ、 うで、そのボールの打つライン、なるほどね、しかもあのあれなんでしょ、右向くとやばいんだよね、やばい、全部やばいんでしょ、全部やばい、いいこと一個もないんでしょ、そう、左向くよ、うん、今度ね、逆、うん、どうなの、左向いて、うん、急いで思いっきり捕まえたら左行くでしょ、うん、理想がなくなるの、なんで、要はそういう捕まえる作業を、ちゃんと打つ作業を左に振る作業をしたら左に行っちゃうから、うん、左オープンスタンスって、うんうんうん、こうやって打ってあげたらまっすぐ楽、ああそうか、そうだからすごいスイング急いじゃう時とか、要はダウンスイングでガッて入る人と、これダメだな、サロンだないいよいいか、あのダウンスイングで急ぐ人、うん、外に入る人、うん、インサイドから入る人、そもそも ドライバーでラインがずれちゃう人は、うん、オープンスタンスのドライバーのスライスを練習したらいい、その時にスピードこれぐらい、これぐらい、これぐらいのスライスをずっと練習しとく、こうやって楽なスライス、スピード感絶対変えない、こういうスライスを、スライスしか打たない練習を1日だけ作ってください。で、練習場にドライバー1本しか持っていかないでください。ドライバーで楽な準備運動終わったら、50球ぐらいでいいですよ。50球ぐらいずっとこの、こういうスライスを打つ練習。とにかく自分よりプラスのラインにこうやってボールを出すことが大事なの。とにかく、その右向く人ってドライバーからパターまで全部左に引っ張ってないショット打ってんだから。それでスタンス、それじゃ右向いてますよ、まっすぐ向いてくださいねって、まっすぐ向いて今まで引っ張っててナイス打ってたから、それで目標より左飛んだらほら左行ったって言われちゃうんだよ俺いやそれ行くよね、それ行くよね、うん、そう、それ行くんだよね、うん、そう、でもそうって言われちゃうんだからだからそれは今まで右向いてた名残が出てるよって、左行っちゃうのはしょうがないですよって、あの、そうな、今のスライス打つ練習はさ、うん、やっぱり肩回さないと打てないんでしょ、そうそう、だから楽にふわーってこっちに向いてないとダメだ、ちゃんと回んないといけないんだ、ちゃんと回んないとダメだ、 でその上の上半身の回転回ってるでしょ、その回転数よりも下が勝ったらダメだ、そうだよね、そう、上が勝ってちゃんとふわーって回れないとダメ、もうそれちゃんと打てたらもうまっすぐ打てそうだね、じゃあそうそうそう、楽になるのよね、うん、あのスライスが打てたら、どん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 スピードを上げていけば、どん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 まっすぐになる。そうだよね。で、今左オープンスタンス取ってるじゃない、うん、で、左にまっすぐ行くことになる、うん。そしたらその向きをそのまま真ん中持ってきてくださいっていう。そうか。そういう組み立て方を、まあ今簡単に言ったけど、それを練習してもらった人何人もいるから、うん。自然に左向いてる人がいないの、あんまり。右向いてる人ばっかだって言うけど。ちょっと左、例えば右向きすぎですねっ
っていう人が相当いるって言ったじゃん、うん、その度合いぐらい左を向いてる度合いの人って俺多分じゃあ今日で1000人見たとします、うん、記憶にないそんぐらいなんだ。あ、1万人いたら1人いるかもしれない。じゃあいないんだね、ほとんど。ほとんどいない。俺記憶にないけど、もしかしたらいたのかもしれないけど素敵すぎて覚えてないのかもしれない。あ、自然すぎ。でもほとんどみんな右向いてんでしょ。ほんと1000人見たとしたら、うん、800人は右向いてるんだよ。そんなになんだ。で残りの190人はまっすぐ向いてる。うん。で残りの10人は何かやってる、いろいろ、まあ、左向いてたりあ、まあ、なんかちょっと変則クロス。あ、そっか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 、そういう感じだね。それぐらい右向く。ほとんど右向くと。でもすごいやばいっていうのが前やってる、ね、何種類も出るから悪いミスが。これさ、でも右向いてたらこうしましょうってやってるけど、向いてるかどうか気づいてなかったら、そうそう、だから危なくない？そう、ここをこうやって構えて、うん、これ多分マットに対してスクエアだと思うんだよね、うん、こういうことができなきゃダメ。うん、だからこういう人もいるのよ。全てが均等に立ってくださいって言った時にこうなっちゃう人もいる。ああ、はい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 。そう、あとはもちろん逆もいる、うん、こうやってこうやっちゃってなっちゃったり、うん、こうやってなっちゃったり、うんうん、そう、そう。だからそこを意識していかないとダメってことよ、普段から。でスライス出るなと思ったら、もしかしたら右向いてるかもと思って、うん、その向きを意識してみるっていうのが大事なんだ。大事、めっちゃくちゃ大事。そのチェック方法って、うん、前も動画で言ったんだけど、うん、ドライバーで右向いてるとしたらこうやってドライバーで構えるじゃない、うん、でもう絶対大丈夫、絶対自分まっすぐっていうところに、うん、今から打ちたい方向であろう方向に真ん中にこうやって置くのよ、ボール、うん、で今このラインに対してまっすぐ立ってんのか、うん、どうなのかをチェックするの。例えば俺が右向く人でこうやってなって、うん、いや今自分は、うん、このラインに打とうとしてる、うん、そしたら後ろからこのラインを見るの。うわ右だってなるなるんだ。そのチェック。あ、じゃあいつでもやった方がいいんだ。右向いてるかどうかは、うん、置いといて、うん、向いてるかもしんないんだから全員、うん、だから常にそれはやった方がいいんだね。でこれなんで当たんないか、うん、右向いたら、うん、右向いたら右向いて超ナイスショット出てもいいじゃん。そう、ね、そう思う、そう思うでしょ、うん、こうやって右向いたらいい。うん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 、こうやって構えるじゃない、うん、で大体こうやってこうやって右向く。あー、そう、前になっちゃうんだ。そう、ボールに対してボールを軸にこうやって自分がコンパスできればボールの位置って変わらないじゃん。はい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 、はい、それでも自分右向いてると分かってないから、うんうんうん、なるほどね、そういうことか。ここじゃん正しい位置は、うん、ここ、うん、そう、ここに構えられない。まあ、ここに構えられないとか言ってる、右向きながら言ってること自体がもう間違ってるけど、うんうん、でもそう、右向いた時に右に超ナイスショット出ないっていうのはそもそも目線も違うしね、うんうんうん、あれだ、ラウンドレッスンとかでもうちょっと左向いてとか右向いてって言った時にボール中心で回るんじゃなくて自分が向いちゃう人がやばいってことだよね。そう、やばいやばいね、やばい。そんなのもう打てるわけないよね。打てるわけない、もう全然違うところにボール行っちゃうからね。え、あ、そう、だからそのボール1センチが大事って言ってんのに、うん、そんなのやってたらもう1センチどころじゃないじゃん、うん、いやそうだね、ボール1個とかずれちゃう。ずれちゃう。じゃあ絶対もう当たることは奇跡だから。そうだね、うん、それぐらい大事ってことにもうちょっと気づいてほしい、うん、そうだね。そう、アライメントっていうのはアドレスもそうだし、ほんとそういうことって大事。特にスライスってやっぱお悩みで多い、うんうん、本当にアドレスで右向いてスライス出る要素を作っちゃったり、うん、あ、例えばもうそもそもまっすぐ取れてても打ち急いでスライスしたりとか、とにかく引く動作、うん、多いからね、うん、そう、こうグーンってこうやって引いちゃう、こうやって、うん、このままだとやっぱね、さっきも言ったけど右行っちゃうから、うん、左肘を引いて
それを取り返そうとするのね。こっち詰まるって分かってるから引くのよ。うんうん、そう、だから引いてる人は詰まってるから。だから左向いてあげたら、引いたら左行っちゃうから、引かないでしょ。うん、引かないね。むしろこう出してあげるじゃん。うん、こうやって。ああ。そう。だからフォローも大きくなる。だからそういう、こう、まあ、いいことが多いっていうよりは、そのダメなことになりづらいの、左向くと。そうだね。うん。だからその動きっていうのを練習場で本当に練習してあげた方がいい。そもそもスライス出る方、インパクト詰まる方、左肘が曲がる方とかは、あと、左向いてるとクラブ寝ないからね。寝たらもう打てないから。ああ。左向いてる人ってクラブ立つんだよね、こうやって。ああ、そっかそっか。そう。こういう風に出るから。だから、そういう数を多く打つ練習をした方がいいね。うんうんうん。練習場なんかでは、ちょっとターゲットよりも左を向く癖というか、うん、で、左を向いた時に、これでまっすぐだじゃなくて、左を向いてるんだっていうに意識もなきゃダメね。あうん、それがまっすぐだっていうのは間違ってるから、うん、左を向いてんだけど、したら左を向いた意識をしなきゃちゃんと、うん。で、それをチェックすることが大事よね。うん、その意識をぜひ練習場で持って練習してみてください。はい、なんでプロってさ、右向かないの、うん、やっぱりちゃんとしてるからね。ちゃんと取るから。あ、もうそこだけなんだ。そう。スパットの取り方とか、スパットって人にもよるんだけど、うんうん、スパットってボーリングのね、レーンに。三角のね。そう、三角のあれあるじゃん。うん、あれ、目印になるもの。うん、ボールから、だいたい、遠くて、6、70センチ、うん、前後。ここから、ここの幅。うん、要は、ボールを見たときに、首を振らなくても見えるスパットがいいわけよ。ああ、それを線にするんだ。そう。それを架空の線で結ぶのね。はいはい。で、その架空の線をどれだけ自分のスパイクに寄せられるかで、そうですね。つま先ね、うん、合わせられるか。それはでも絶対やることよね。別にゴルフじゃなくても。あの、そういうことをやってくれって言ったら。そうだね。ね、こうやってさ、こうやって、こうやって寄せられなきゃダメじゃない、うんうんうん、だからそれってゴルフ関係ないんだよね。そうだね。うん、空間なんとかとか言うじゃない、うん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 、ああいうものがちゃんとできてないと、スタンスは取れないから。うんうん、だから、そのスタンスを取る練習から始まらなきゃいけない。だからそういうことをやらなきゃ、練習場とにかくそのまずマットにまっすぐ立つことも大事だけども、うん、プロってやっぱりこうちゃんと入り方もそう、前も動画でやったんだけど、うん、こうやってスパッと見つけてそれに対して、うん、こうやってやっぱ右足と両手とかで入る人がやっぱ多いんだよね、うん、で例えば今この白いゴミに対してフェイスをこうやってまっすぐ向けて、うん、で今フェイスとそのゴミに、うん、今俺の中で架空の直線ができてるわけ、はいはい、そこにあ取るんだ、そうこうやって取るのね、そしたらその架空の線にこうやってずっとずらしてきて、それが自分のスパイクの先端が平行かどうかをまずチェックする、うん、これ完璧ね、うん、そうここに取れる練習をしなきゃだめ、うん、だからそういうのも結局それってプロなんかだとそこでね、レギュラーツアーだと何百万何千万って変わる可能性があるじゃん。そうだね。だからちゃんとやる。ああ。本当に車のハンドルと一緒、うん、レースだったら死んじゃうかもしれないじゃない。そうだね。そういうことは、もちろんプロゴルファーはそれで生活してるわけだから、うん、それをすっごくちゃんと入念にチェックする。そういうのってすごく大事で。ただプロはちゃんとずれないでまっすぐ立てることができる。ことで、それに本当それはもう真似していいと思うんで、こうまあしつこいぐらいにこうちゃんと後ろからチェックしてアライメントを取るということもコースでちょっと時間があったらやってみてください。はい、で気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと特別なですねミーティングですとかレッスン先行予約。あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですね、をオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。